まあ、今ご紹介あった通りで紹介されない時用に作ったんですけど、まあ、こんな風に、まあ、やっててですね、まあ、ちょうど僕のずっと大学院のから頃から始まってたのか の経歴はですね、ちょうどまあゲノム配列解読でいろんな生物種が配列解読されてきたっていうスケールとすごい合ってて、大体僕大学院入った時 M1 の頃にヘムフィールスインフルエンザっていうゲノムが95年の夏なんですけど解読されたとかいうふうなニュースから始まっていろいろあるんですけど、まあよく知られてるのはこの人のゲノムはドラフトゲノムが公開されている2000年とか、人ゲノムが完全解読といった2003年、7年前なんですけどとか、最近だったら、つい最近はもう個人のゲノム解読しましたというふうなニュースが出てきて、その個人のゲノムを解読するとその人の究極の個人情報ですから、どうしたらいいかっていう倫理問題で今ものすごく研究者のたちの間で揺れようとしています。ただまだあんまり表面化してないですけど、もうちょっとしたらものすごく新聞で出すんじゃないかというふうに、まあ、思ってます。まあ、そういうふうな、ゲノムとともにずっとやってきた研究者で今もまあゲノムの研究してるような感じなんですけど、まあ、それと同時にですね、まあ、データベースの、まあ、研究をやってきてて、まあ、今日はちょっとその自分がどんな研究してきたかとか、そういうふうなキャリアパスというか、僕がどういうことをしてきたかということに関しては、しゃべりません。で、あまりしゃべりません。で、しゃべりたいというか、聞きたい人は、ちょうど今年の、頭にですね、東北大学の方でそういうのキャリアパスセミナーとかでしゃべれってことで90分間しゃべったのが、こういうところからですね、音声と、あと僕のスライドが全部入ったものが公開されてますから、見てください。で、今日話しているこの資料は後で最後に URL ポンと出しますから、そこからダウンロードできる PDF をダウンロードできるしますので、頑張ってメモしていただいてもいいですけど、適当に取れるように、最後楽に取れるようにしますので、そういうことでよろしくお願いします。で、ですね、今日はまあ何の話しようかと思ったというか、まあ、基本的には私のライフさん今の全ところでやっている、統合データベースでもどうやったら使う、どういうものかということと、それをどう使っていくかというか、あと使い方ということを話したいと思うんですけれども、まあ、統合データベースに参加する前というか、今でもやってますけど、まあ、本をいろいろ翻訳したり書いたりしててですね、ちょっとそこにも一冊持ってきていただいたんですけど、最近はこういうユノミックスという本を翻訳したりとか、そういうことにまあ、携わってきました。まあ、それは一番最初に、こういうバイマティックスの教科書っていうものが、日本にないから、これを翻訳すべきだっていうことをですね、海外の学会っていうときに、コールスプリングハーバーなんですけど、コールスプリングハーバーのミーティングで、これ英語版が出たからすぐ日本語に翻訳しようってことで行動を起こしたのが最初で、これが多分2001年にそういうのをやりましょうっていうことを言って、まあなんかやってきました。まあそんなことをちょっといろいろ、どっちかというと研究以外のことをやってますけれども、まあ今はさっきも言ったように、毎日のようにというか、ちょっと Google のニュースを検索したらこうやってカエルのゲノムが解読されましたとか、ニアンデルタル人のゲノムが読まれて、それと解析したらなんか根血があったなかったとかあったんですかね、あったって別のものだということですけど、まあ、そういうような情報が普通の日常茶飯事に出るような時代になってます。ですので特段ゲノムの研究家っていうか、そういう遺伝子の研究をやっている人だけが、知っておくべきことじゃなくてですね、もう科学者っていうか、まあ、こういう世界に今後皆さん、まあ、キャリアを置いていくと思うんですけど、こういうことはぜひとも知っておいてほしいと思ってですね、まあ、そういうところもちょっと今日最初に話して見ようかなということで、思ってます。で、まあ、あまり質問とかがあるという話なので、あんまりちょっとここで、余談をしようかと思ってるのでやめときますけど、これ実はここで何を余談しようかと思ったんですけど、後ろにあるこういう、ゲノム配列って今どこに行ったら見えますかっていう話をしようと思って、せっかくまあ、LANも、インターネット環境もあるので、まあ、せっかくのちょっと やろうかなと思います。で、まあ、最近ゲノムを見たいって言ったら皆さんどこに見に行きますかね。まあ多分普通は UCSC のゲノムブラウザーとかそういうのを聞いたことあるかもしれないんですけど、ゲノム .ucsc.edu とかいうところ見に行くと、こんなページが出て、この辺をクリックするとゲノムとかいうのが見えますよとかいうのを聞いたことがあるかもしれない。ここでその生物種、今人になってますけど、選んで、なんか、これ辺の適当で何でもいいんですけど、とにかくこれでサブミットすれば、こういうゲノムの領域が見れる。これちょっと詳しすぎます。ちょっとじゃあ、もうちょっと分かりやすい遺伝子変えちゃおうと思います。何でもいいんですけど、まあ、P53 とか、
んでもいいんですけど、こんなたくさんできたけど、まあ、一番上をクリックして17番セクターの B53 があるところはこんなんですよっていうのが出て、これが なんでゲノムなのですかって聞かれますけど、この17番染色体のこの番地からこの番地までを拡大して表示しましたというだけで、染色体のこの環境タイプマップからするとこの赤い部分を拡大したんですよというふうなのが、まあ、見えると、まあ、ただその配列だけ見てもあまり嬉しくないので、いろいろこのいろんな生物種とどれぐらい似てたかというのはこの縦とここでいろいろ表されて、なんかほとんどがどういうふうに変わってるかというのが、まあ、こんなんで見えたり、まあ、するんですね。まあ、今はこういうのを見に行けばいくらでも、まあ、見れて、ここでその話をしてても、もう多分1時間半で終わらないので、こういう話を見たいときは、後で我々紹介しますけど、我々がそれを説明する動画をいっぱい作ってますので、でそれを必要に応じて見て、自分で勉強していただけたらなと思ってます。これちょっと余談ですが、まあ、そんなのをちょっとお話ししてですね、これはもう、で次に。で、まあ、そうやって考えたんですよ。でこれ僕なんですけど、でまあ、ゲノムの時代が、まあ、ずっとやってて、こうゲノムの配列をみんな解読して何かやるんですけれども、じゃあもっとどういうことが研究してたら面白いかなっても私も考えましてですね、でそれで、まあ、私が行き着いた結論は、こう遺伝子の発現の制御を知りたいなと。で割と教科書とかこういう多分大学の授業なんかだったら、遺伝子の発現制御はこうなってるとか、ホメオボックス遺伝子がどうでとかっていろいろ教えてくれると思うんですけれども、実際自分の研究の研究室に所属したらですね、途端になんかある遺伝子のなんか発現パターンがどうとかっていうふうな話ばっかりになっちゃって、その辺全部忘れちゃうんですね。でそうじゃなくて、もうちょっとその辺を忘れないで、なんていうのかな、でっかいバイオロジーというか、まあそういうふうな体系的な研究をいろいろしたいんですね。そういうことをしたいと思った時に、自分で我々なりに考えた時に、こういう二つのアプローチがあるんじゃないかと思って、遺伝子の発現制御っていうのをちょっと、自分なりにそういう、ゲノムの情報からアプローチするようなことを今までやってきました。でこの辺は今ちょっと研究の話をしてるからちょっと眠いかもしれませんけど、まあ、ちょっと我慢して聞いてください。で上の方は、遺伝子の発現の制御を知るって言った時に、発現のパターンが似ている遺伝子っていうのを見つけてきて、その遺伝子の制御領域っていうのに特徴があるかなっていうことを調べることをやってきましたというものです。でそれはこういう、まあ、ちょっと後ろにちょっと暗いから見づらいかもしれないんですけれども、まあ最近よく見るこういうヒートマップってやつなんですけど、その遺伝子の発現の制御の度合いをこう、色でやってよく似たものが横に来るような、まあクラスタリングってことをして、まあその似たところのやつだけを取ってきて、そういうのを見ましょうということを、まあやってきました。でそれは例えば応用としたのは、こちらがコントロールで、こちらがその発現が上昇した遺伝子なんですけれども、そういう遺伝子を比較してですね、上流領域になんか出てくる発現のパターンというか、まあ、短い配列ですね。この GTGATG なんかのそういうパターンが、多いものが、どういうものが多かったかみたいなのを見る。で、この横軸に、この斜め線にあれば別に、コントロールと、発現制御が上がったものと、特に問題ないんですけれども、この辺にある遺伝子というのは、その発現が上がっている遺伝子に特異的にとかよく見られるパターンがあるというふうな、まあ、パターンになる、そういうふうなものを、まあ、持ってきたりとか、そんなことも、コンピューターの上ではパパッとやれたりしてですね、そういうのは、ずっとやってきたんですけど、まあ、これだけじゃよくわかんないということで、ちょっとなんかもうちょっと具体的な例を設定してやろうって思って、私は埼玉医科大時代に山登りしてて思ったのは、低酸素が面白いかなと思って、そのハイポキシアっていうのを考えました。で、それで、まあ、これ、ちょっと、標高2399m の赤岳に登った時の私なんですけど、まあ、山登りもしますが、そういう時に、やはり低酸素状態、そういう時にどういう変化が起きるかというのが、まあ、こういう、ダイヤグラムと呼ばれるものでも、皆さんが蓄積して知られてるんですけれども、まあ、そういうようなものはですね、まあ、主に、まあ人について知りたいから、人とかマウスとかその辺について調べられてるんですけど、もうちょっとその、過当なシーエレガン、そういう線虫とかそういう動物で調べて、その対応関係がある遺伝子で、研究して調べようと。というような比較ゲノム的なこともちょっと、埼玉医科大時代がちょっと手に染めててですね、そういうふうに低酸素になった時に遺伝子の発現として下がるようなものにどんなものがあったかっていうふうなものを調べたんですけど、全部見てもしょうがないっていうか分かりづらいので、こういうふうに、まあ、生化学的に多分よく習うであろうクエン酸回路の各遺伝子、各酵素ですね、酵素遺伝子の発現が低酸素、一
1% のってか酸素が少ないとどういうふうに発現が変わるかというのを見ると、こんな感じで、これ実は緑になると発現が下がったって言います。緑であればあるほど発現が下がった、黒だと発現は特に変わってなかったってことなんですけど、クエン酸回路の、酵素はよく見ると だいたい、発現が下がっていると。もちろんクエン酸回路ですから、これは酸素を取り込んで、エネルギーを作る回路ですね。皆さん知ってる通り、ATP を作る回路ですね。だったので、下がってリーズナブルだなと思うんですけれども、もう一個、回答系の方を見ると、よくわからなくなっちゃったんですね。こっちは、酸素少ないんだから、解凍系はどんどんもっと、上がっててほしいとか、緑じゃなくて赤い方になっててほしいんですけども、なんかいろいろごちゃごちゃになってですね、なんかまだ綺麗な結果が出ないんですよね。それは人間の考えた通りじゃなくて、こういうシステムがそうなってるからなんだと思うんですけれども、まだまだこういう人間の知識で説明できないような発言パターンの変化がしてたりして、困ったなというのが現状です。で、どうしようかっていうので、こんなことを今考えていろいろ予算申請してるんですけど、全然通らないんですけど、発言のパターンを調べたりとか、なんかいろいろ、電子ちょっと潰してとか、電子をちょっと発言を上げてとかいうようなことを、やって、これはモデルの系として、線虫というんですか、シエレマックスを使ってますけど、で、比較して、まんまらにあるものっていうのを、優先的に取って、で、新しいターゲットになりそうなものがないかなってことを選んで、また元のトランスクリプトを測る、遺伝子発現を測るようなことに戻していこうっていうようなことをこうぐるぐる回すようなことをちょっと考えてたんですけど、なかなかこれは、夢物語のように思われて、許してもらえなくてお金がなくて研究って進んでないんですけれども、こういうようなことを、ずっとやってきててですね、今もちょっと途中でここはちょっと止まってるんですけれども、そういう研究をしてきました。それはそれでちょっと置いといてですね、こんな研究もあるよっていう話と一方でですね、もう一つ、僕がやってきたその研究のアプローチとして、転写因子の結合配列って言って、転写因子っていうのはその DNA にくっついて何かの制御をする、さっきの言ってるその遺伝子の制御領域をつくって言われてるんですけれども、そういうものですね、そういうものを、のパターンをいろいろゲノム中に先に計算しちゃおう。昔からですね、いろんな転写因子に関して、その転写因子がくっつく配列って知られてるんですけど、例えばこれ実は PIPA なんですけど、PIPA の PPA っていうのが遺伝子の一群ですけど、それが特にそのガンマが今までくっついてたっていう報告があったので、こんなふうにザーッと書いて、いろんな文献から拾ってきたらこんなふうになってますね。そういうものを先にコンピューターに教え込んでおいて、コンピューターにこういうパターンをゲノム中から探させて、それが遺伝子のその制御領域にあったらそれを報告させる。そういうようなことを、プログラムで書いたりするようなことをやってきててですね。それが、さやま茶と呼んでるんですけれども、この辺、お茶の産地ですから、僕も実はこの辺で、このエリアで研究してたから、こういう名前つけたんですけれども、簡単に言うと、このゲノムの全配列から、今みたいなパターンを与えたらコンピューターが全部計算してくれて、そこから必要なものだけキャンディル候補を絞り込んで、ウェブページに HTML でリストしてくれるみたいな、パイプラインですね。こういうパイプラインってものを、作ってきてて、で、こういう風なので結果としてリストがこういう風に出ますから、このリストから一つ一つ見てて面白そうなものを、自分で実験していけばいいんですけれども、これ一個ずつ実験すると時間がかかってですね、僕、埼玉医科大学を辞めて今3年目ぐらいになるんですけれども、まだこれ、向こうではやってますんで、いくつか決まったらそれ論文書いてっていうことをやってるんですけれども、それじゃなかなか科学は進まないんですよね。で、それはそれで楽しいし、なんか論文になるんですけれども、それじゃちょっといかんなと思って辞めてきたんですけれども、やっぱりこういうのをやるためにですね、今のでいっぱいリストがこう出てるんですけど、このいっぱいリスト出てるのにはほとんどゴミなんですね。それは実はコンピューターの計算は正しいんだけど、もともと比較する対象だったデータベースがね、汚いから、いっぱいゴミがあるんですね。この N なんてもそうですね。ないんですね、データが。遺伝子としては分かってるけど、それがよく分かんない遺伝子だからっていうふうな書き方されていることがいっぱいあるんです。そういう公共データベースの国が研究の進展を妨げてますよと。で、今言った通り、リファレンス遺伝子やパスウェイのデータベースが、なかったり、
あったらまだいいんだけど、あってもなんか汚いっていうか、なかなか綺麗じゃない。で、そういうのを先に、まあ、整備しないとなかなかそういう研究は科学は進まないんですね。だから僕も今37ですけど、いつまでも研究できるわけじゃないので、生きてる間になんとか解きたいので、それをやるためにどうしたらいいかって考えたら、まずそういうふうなデータベースを先に整備するようなことを自分たちでやってからにしようということで、このライフサイエンス統合データベースセンターのところに来ました。すいません、長い前置きでした。で、今から本題です。で、まあ、そういう研究をしてきました。今の研究の話についてはいろいろ突っ込みどころがあると思うんですけど、それは後で聞いてください。で、とりあえずここからが本題で、僕これ話してこないと今のセンターから怒られますんで、とりあえずこれ聞いてから質問にしてください。で、その今センターっていうのは、こういうライフサイエンスのデータベースの、まあ、矛盾というか、良くないところを解決していこうということをやってるんですね。ライフサイエンスのデータベースの問題点とは、まず、一番最初、センターができたのは3年前なんですけど、その時にみんなで、問題点をピックアップしました。そしたら、それ大きく分けて4つあるだろうということになっています。で、1個目からちょっと1個ずつ説明していきますけれども、まず1個目の問題点としてあるのが、そのデータベースっていう呼ばれているものが、いろんなところにあって、どれを見に行ったらいいかがよくわからない。で、一番問題なのは、これ1個しかなければいいんだけど、複数個あるから、どれがいいのかよくわからない。だから、例えば遺伝子の配列取りに行くのに、ある人は MCBA に行きなさいとか、ある人は DDBJ 見に行きなさいとか、ある人は結婚見に行きなさいとか、いろいろ言うんですね。でも、どれがいいかわかんないんです、はっきり。そういうところが、あって、もうそれが問題点になっているということが、まず 1点目として挙げました。まあ、まだ、研究始めたばかりの大学院生の方がちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、まあ、そういう問題点があるんだっていうのをちょっと、おじさんが喋ったのを聞いてください。で、1点目の問題点として、よく言われているのが、あれですね、新聞なんかでよく出る大型プロジェクト、なんとかプロジェクトが始まったってよく聞くんですけど、終わったってあんま聞かないですよね。終わってその成果が公開されましたっていうのも、最近ようやく事業仕分けとかがあって言われるようになっただけで、なかなかそういう成果っていうのが使えない状態でほったらかされてるんですね。で、そういう大型プロジェクトでやったものの、成果の公開が不十分である上に、そういうプロジェクトっていうのは5年間だけお金つけますっていうことが多いので、5年終わった後に何も誰もどっか行っちゃうんですね。で、そのデータがどこ行ったか分かんないし、最悪の場合どっかに完全に消えてしまう、そういうようなことが問題である。こういうのはできれば国の予算非常にかけてやったんだから維持してほしいとみんな思うわけです。ですが、なかなか今まではそういうことがなかったんですね。それが2点目。3点目なんですけれども、そういう大型のプロジェクトといってたくさんのお金かけて研究推進するんですけれども、そのしてる同士が仲悪いんですね。バラバラなんですね。バラバラで仲悪いわけじゃなくて、連携するっていうことがないので連携しないんですね。連携すればもっといいことになりそうなのに、1プラス1が2以上になりそうなのに、そういうことしないから、認知すらなっているという状況です。ですから、検索、解析、応用が非常に困難になる。ましてや、その医学産業の応用なんて、ものすごく困難。で、まあ、あと、結構これは問題なんだけど、研究者は、いや、英語でしかやらないって言うんですけれども、ちょっと前の事業仕分けでもそんなの問題になったんですが、こういうデータベースっていうのは全部、今までは全て英語で検索しないといけないし、英語でなってるのが当然だみたいになってたんですけれども、こんだけ科学が日常産生か一般社会に浸透してくるとですね、日本語で検索できないと困るっていう要請が出てきたんですね。特に、ちょっと自分の専門分野だったらそういうんですけど、ちょっと専門分野の違うことが知りたかったりするわけですね。そういう時にはやっぱり日本語で検索できた方がやっぱり嬉しい。いうことが3点目としてあるんじゃないというふうに、まあ、我々は思っています。で、最後なんですけど、これが一番問題で、そういうことができる人材がいないと。だからそういうデータベースの維持とか、まあ、作るのはできるんだけど、まあ、維持したりとか、そういうアノテーションって言葉ができましたけど、アノテーションっていうのはその注釈付け、日本語で言うと多分注釈付けなんですけれども、データベースのそのエントリーを見て、これはこういうものですとかいうふうに、例えばその博物館の博物院のように、そこにある専門医の人のように、このサンプルはこんなんですってこういろいろ書いて説明してくれますけど、ああいうことができる人がいない。そういうふうなことができる人をもっと作らないといけないんじゃないですか。で、しかも日本で出してきたそういうデータは出しっぱなしで、そういうふうな注釈付けしないから
の博物館に出すものはあるんだけど、それが全部倉庫に入りっぱなしで、なんか展示すらされないというような状況というふうに思っていただければいいんじゃないか。そういう状況が、良くない状況じゃないかというふうに、3年ぐらい前に、まあ、問題提起してですね。で、まあ、結局のところ一番それの根底にあるのは、こういう長期的な視野に立った戦略がないということで、データベースを取ってもどっかに聞いたことある話で、最近ね、新聞に言い合わせてました、ああいう事業仕分けなんかまさにこれですね、長期的な視野に立ってないから、なんか、5年間適当にプロジェクトつけて、お金つけて、なんかやって、なんかが出たけど、それはほったらかしみたいな、長期的に視野立ってないから、これをこうやって、後でこういうふうに使うからこうやってるんだみたいなところないので、まあ、割とみんな困ってしまう。誰かがこう指示してやってくれれば嬉しいんだけど、なかなかそうにはなってないっていうのが問題だ。だから、うちのセンターができました、それで。そういうことをまあできれば、データベースの分野においては交通整理してやってくださいってことでできたセンターで、こんなですね、データベースセンターをライフサイエンスということで、日本語名ライフサイエンス統合データベースセンター。で、まあ2007、さっきから言ってますように2007年からで、はい。まあ、ライフサイエンス分野のデータベース統合化の、まあ、拠点である、まあ、特務機関ってよく言ってますけど、まあ、こんなところの4号館に入ってるんですけれども、まあ、東大のこれ工学部の12号館の建物なんですけども、うちじゃないんですけども。で、まあ、お金ないからっていうか、まあ、今までの研究機関っていうのはすぐ土建、箱物だけ作って終わりってことが多かったんで、まあ、そういうことはするなってことだったんで、東大のキャンパス内に曲がりしてます。ですが、東大の機関じゃないです。よく間違いらしいですけれども、住所は東大ですけど、東大の機関じゃない。いうふうなところです。で、まあ、この情報システム研究機構っていうところの下に、まあ、ある一つの研究所の一つです。で、うちの情報システム研究機構っていうところの他には、遺伝研とか情報研とか、特殊研とか、統計数理研とか、そういうふうな研究所、今まで国の研究所としてあったところが、まあ、入ってて、それの、まあ、一つとして DBCLS は、まあ、ありますということです。で、まあ、こんなウェブサイトに行けば、情報をさらに選びます。で、ですね。で、何人ぐらいの人がどんな感じで働いてるんですかっていうのは、これが概略で、まあ、うちのセンター長はこの高木俊久っていう、まあ、ゲノムの特定領域をやってきてた先生なんですけど、まあ、バイオマティクスの研究家の先生ですけど、そういう先生がやっております。あともう一人は、遺伝研の先生の大久保豪作さんっていう人が、まあ、兼任して、遺伝研からやっていただいて、他は、あとは全員も、人気付きというか、まあ、2年首の雇用で、まあ、僕もこの一人なんですけども、まあ、そんな感じで、AC に持った研究員が15人ほど、普通の、まあ、直接雇用で雇われている人は5人ぐらいと、あと、まあ、会社から来られているような外来研究員が9人、まあ、あとは事務所3人、SE さん2人で、大体36人が常勤の人なんですけど、一応大きな特徴として、アルバイトのリサーチアシスタントはたくさん雇ってますので、今17人いまして、まあ、週1回ぐらい来てる人が多いんですけれども、まあ、今年からなんですけど、東大の人はちょっと多くなりましたが、まあ、割といろんな大学から、まあ、ほとんど全員理系の人ですけれども、こういうバイオの分野だけじゃなくて、情報専門で普段やってる人も、システムの開発を手伝ってくれたりとかいうふうな形で、17人いまして、まあ、大体、そういう人を合わせると、53人ぐらい、まあ、いらっしゃいます。まあ、これちょっと常勤の人だけですけど、こういうふうな集合写真があったりします。まあそんなところで、じゃあ何やってますかって話なんですけど、さっきから言ってるそういう戦略を作ったりするとですね、戦略立案っていうところがやってる人が いたりとか、あとは、後で紹介しますけど、いろいろそのデータベースを統合化して使いやすくしたものを作ると、そういう研究開発やってる人が、何人か。あと僕みたいにこういうふうに、外に出てこんなやってますっていうのを、まあ、広報宣伝普及活動をやる人というふうな、まあ、感じでやってます。で、お配りしたそのパンフレットに、書いてあるのが、その実はこの研究開発の部分が多いんですけれども、まあ、そういういろんなサービスっていうのが、まあ、あって、まあ、興味があるものを特に覚えて帰っていただければいいかなと思ってます。はい。で、その実はさっきもちょっと言ったんですけど、いろいろなツールの使い方っていうのは、まあ、はっきり言って、一個ずつマニュアルとか読むのがめんどくさいので、そういうのを、動画で解説する、サービスを作ってます。で、ウェブページを見に行ったらですね、その、
ウェブページ見に行ったらこんなん出てますけど、ここの、このテレビのマーク、これをクリックすると、その説明の動画にが出るようになってます。こんな風なのをクリックしてこうやってやったら、各データベースのカタログはどうやって使えばいいのかなみたいなのが動画で流れ出します。まあ、そういうサービスを統合テレビと呼んでまして、実はうちのサイトだけで公開してる、オリジナルサイトで公開してるだけじゃなくて、iTunes ストアっていうのは Apple の音楽とかいろいろ売ってるあそこからもタダで購入できたりとか、あと YouTube にもアップされてますし、ニコニコビデオにも、ニコニコ動画にもアップされてますので、どっかで検索してみたことある人がいるかもしれません。こんな、はい、このようなやつ。そういうふうなものがいろいろアップしててですね、もともとは我々の内部のところのサービスを紹介するっていうふうな感じだったんですけれども、実は皆さん普段使われるツールはほぼ紹介したんじゃないかと思ってますので、ないツールがあればぜひ教えてほしいぐらいで、ブラストとか、普通の、さっき言ってたような UCS のゲノブラウザの使い方、そういうようなものはもう全部やってます。コンテンツはだいたい300ぐらいになってます。で、こういうふうに僕は今日は講演会で喋ってるだけですけれども、これと同じように講習会っていうのは各地でやってるんですけれども、そういう時の、動画も、カメラ持ってて全部撮って、全部載ってますので、ぜひそういうのを見ていただければと。で、どんなものが多いですかってよく聞かれるんですけれども、特徴が一人に使い目ないので、ちょっとこれを主成分分析ってことしてですね、どういう動画があるかっていうのもちょっと僕らでも把握しかねるので、どうやってるかっていうと、各動画には実はタグ情報がついてるんですね。こんな感じで、あれ？こういうふうにタグ情報ですね。WinXP、IE とか DBC ですとか。そんなんだけじゃなくて、どうしようかな。その統合テレビっていうのを見に行ったら、例えばこのプライマーブラストっていうやつだったら、あれ？このプライマーブラストってやつだったら、WinXP だけにファイアボックス、円形配列、配列解析をやっている。そういうふうに、いっぱいタグ情報がこの各動画ごとについてるんですね。それを、成分分析っていうのは PCA ってやつですけど、プライマーコンポーネントアナリシス、そういうことでやることで2次元に落とし込んで、似てるものは近いところに来るように配置してみました。2次元系に落としてみます。そういうことをやったら、大体、多いのが、この発言情報を扱っている動画と、データの可視化をやっているやつとか、あと文献検索、文献検索をやっているやつとか、あと遺伝子アミノ酸配列の解析系、こんな風に大体分けれそうだっていう風になってまして、こういうので興味があるところをどんどん皆さん見ていただければいいと思いますし、なんかこういうふうなことをもっとやってほしいとかいうのがあれば、どんどんフィードバックいただければ嬉しいですし、自分らで作ってみたいとかいうのがあればいくらでも言っていただければ手伝ってくださいっていう、むしろそんな感じです。でですね、そういう動画で使い方を見ていただければいいんですけれども、今、私たちのセンター、DBC レスっていうのをやってて、ただじゃ、お金は当然、お金がないと当然できないんですけれども、文部科学省の方から統合データベースプロジェクトっていう形で予算をいただいて、やってきてます。やってきてました。で、実は今年度までで、実は終わりです。2010年度までの次元プロジェクトで、見に行けば今年までだよみたいなの書いてますけれども、今年度で大体、プロジェクトが終わって、次どうするかっていうのを今、ちょうど今予算申請の季節ですからやってます。で、我々のセンターっていうのはそのプロジェクトの中核機関として、どっちかというとできた感じで、実は我々の機関だけがこのプロジェクト、総合データプロジェクトをやってるんじゃなくて、いくつかの機関が、入ってきてやってます。例えば、京都大学の人たちとか、合宿の人たちとか、いろいろ、あるんですけれども、そういう、いくつかここで参画してるもののようなことは、さっき見た、lifesciencedb.jp というページから全部見れますよって形になります。それは、実はさっきもうすでに見てるこのページのことなんですけど、lifesciencedb.jp ですね、これです。そういうところから、見れますので、このマークがついてるとアイコンが見えますし、このなんか文書みたいな、書類みたいなマークついてるところをクリックすると、これは実は、
今日はお配りしなかったんですけど、学会とかで配っているあのリーフレットっていうやつですね。こういうふうに使い方とかをいろいろ書いた、説明したドキュメントが、ダウンロードできます。そんなのいらないよって言ってこう、PDF だけちょうだいって人は結構多いので、こういうふうにやってます。で、まあそういうふうな、ものでやっててですね。まあ、形としてはそういうことになってます。まあそれはまあ、僕らの事情だからいいとしてですね。じゃあそのデータベースを、じゃあどうやって統合していったらいいかっていうのを、まあ我々も考えてやってます。まあさっきとほとんど似てるんですけど、ちょっと違います。で、統合データベース、じゃあ僕ら2010年で予算終わりだから終わりってそんなわけないんですね。そういうのは、どんどん完結しないでずっとやっていかないといけない、ものですから、と続けてやります。もちろん、予算がどうなろうともやります。やっていくんですけれども、ここに書いてあることが結構重要で、研究の進展に応じて僕らの、ユーザーっていうか、まあ、研究者が言うこと変わります。当然、僕らが研究始めた3年前は次世代シーケンスのデータを、解析したいから何とかしてくれなんて話は当然なかったですし、当時はマイクロアレンのデータは何とかしてくれって話ばっかりだったんですけれども、まあ、そういう、どんどん変わっていくんですね。その変わっていくプロセス、変わっていくところに合わせて、統合データベースの構築なんてのは変えていくべきだし、まあ、2点目として、なんかデータベース1個作るってことが僕らの目的のように思われるんですけど、そうじゃなくて、皆さんっていうか、研究者の研究開発の生産性の向上を目指そうというふうなことが目的です。ここに書いてます。DB 構築者ではなく、利用者の、なんちゃらかんちゃら、ではなく利用者ですね。で、まあ、そういうような、ことを目指しててですね。重要なのはこの黄色で書いてある。できれば上のことが日本語で行えるようなっていうところが重要で、実はさっきあんまり、僕言わなかったんですけれども、このページって日本語で検索できるんですね。で、まあ、よくやるのは、ここで、何やるかな、糖尿病が、高血圧とか、やるとですね、検索できるんですね。高血圧、ハイパーテンションが出てくる、英語だとそうだと思うんですけれども、高血圧の、関係 の, あのことが、まあ、サプリメントの情報が出てきましたけど、まあ、ここはいいんですね、高血圧が、ね。でも、下見ると、ハイパーテンションとか、どうしてるでしょうか。まあ、ハイパーテンション。で、これなんでこうやってるかっていうと、ライフサイエンスの関係の辞書っていうのを内部で持ってまして、高血圧って言ってきたら、英語のハイパーテンションっていうのも一緒に検索してくれると。だから、こういう、遺伝病のデータベースとかありますよね。ないかな、こっちに。いや、あるんですけど。病気。階層が、数が増えてきて、どんどん階層が深くなっちゃうあれなんですけど、後でやります、ね。こういう、いろんなデータベースに対して、まあ、英語と日本語両方で検索されてしまいますよ。もちろん、英語入れても日本語は検索対象になるんですけれども、まあ、そういうようなサービスを、まあ、作り上げてきました。これはまあ、始めた時にこういうことを言ったかと思うんですけども、まあ、日本語で検索が行えるようになってきてます。なので、実は日本語のこうデータベースっていうのもどんどん蓄えていきたいんですけれども、実は日本語のデータベースを蓄えようと思うのはなかなか難しくて、今までのその、なんですか、出版社がね、蓄えて持ってきているものの冒涜するっていうか、まあ、そこをよこせというふうな話になってしまうというふうに警戒されてて、割となかなかその日本語のものが検索できるようにっていうことが難しかったんですけれども、実はちょっと残念ながら休刊になっちゃったんですけれども、タンパク質拡散酵素のっていう雑誌がありますが、このタンパク質拡散酵素の過去20ちょい年分ぐらいは、こういうふうにすでに入っててですね、全文検索がここでできるようになっています。そういうふうな日本語のデータの、こういう検索できるようになる、横断検索化っていうことは割と進めてやってきてますが、実は文献関係っていうところのタブにある、これぐらいしかまだなくてですね、報告書ですね。ユノムの特定領域で出た文科省の報告書とか、あとはまあ、一部の学会誌みたいなのが、全文検索の対象に、なってますが、まだまだこういうふうな、ものが、日本語では出てないんですけれども、今年はちょうどそれの転換期になりそうなことがいろいろ起きてて、
ちょっと前に出てて、皆さんも社会に賑わしてるから知ってると思いますけど、iPad ですね。iPad の公開とかいうところで、実は電子書籍ってことがすごくフィーチャーされてきて、こういう日本語の情報がこう、検索できるというか、その今までの紙に印刷したものを配って儲けるっていうスタイルがどんどん変わりそうで、そこでこういうふうな電子書籍とか、こういう電子出版っていうのが、ちょっとシステムが変わりそうなので、ちょっとこの辺は、注目してみられてるといいんじゃないかと。てか我々もものすごく注目してて、か我々もいろいろ活動してますけれども、そういうことが挙げられると思います。まあ、それはちょっと雑な余談ですが、そういうことが 2点目。で、3点目なんですけど、そういうふうに今まで検索できなかったこと、ものを、うまく検索できるようなことをやりましょうということで、まあ、今までパブメドでアブストラクトの検索だけでできてたやつを、まあ、もうちょっとその使いやすいようにというか、まあ、いろいろ工夫した検索方法を、まあ、提供したいということをやってます。これは後でちょっと実例を何個かお話しますので見てます。あと、まあ、ちょっと皆さん興味があるかもしれないですけど、特許ですね。特許の情報も実はこれもあんまり言うと特許庁から怒られるかもしれないんですけども、検索できないんですよ、はっきり言って。検索をできるシステムというかソフトを売って儲けてる会社がいっぱいいるんで、なかなかなんとかできないみたいで、まあ、いろいろね、問題があるようですけど、この特許も実はこの我々の横断検索でさっきやった中にすでにもう検索されてしまってます。特許の中にありますね。これ特許関連文書。これ今高血圧やったらこれぐらい6673件としてきてるんですけれども、こんな風に見ると年度ごとにすでに出てます。でこれは実はその特許のデータっていうのは DVD に焼いて売ってるんですね。その DVD を買えばあとは、まあ、何しろあんまり知りませんっていうふうに言われてるので、じゃあ私たちの検索システム提供しますってやってるんですけれども、で、見ると、その特許文書が検索できて、PDF で見れるように、してあります。こんなふうにですね。まあ、高血圧っていうので やった特許文書が全部が見えるといいんですけども、そういうふうな、あれになってます。システム。ですので、一回やったら全部もう、これ、頑張って眺めればいいんですけど、まあそういうものを作っています。まあすいません、そういうふうなものですね。あとはまあ報告書とかですね。解説。で、今さっき見せたみたいな報告書っていうのは、実は今のゲノム特定領域っていう一部のものだけが、やられててですね、すべての科研品に対してそういうことがまだやられてないので、そういうふうなものはもっとやれるべきだっていうのはもっともっと我々だけ言っててもなかなかダメなんで、皆さんもぜひ研究所、報告書はなんで、検索できないのっていう素朴な疑問をもっと文部科学省の役員さんとかに言っていただければ、まあ、そういうふうな状況になる。まあ、すいません、ちょっと余談でしたけど、で、四つ目の最後の僕らが言ってる、注力する点っていうのは、これですね。まあ、さっきからちょっと僕研究やめてますとか、研究やってませんみたいなこと言ってますけど、サービス業なので、あんまりその、今、研究を頑張ってメインでやってますっていうふうに言えないというか、できないですね。まあ、僕らのやってるこれは、サービス業であって、サービス事業でやってるんであって、あんまりその研究開発のをやってて、そっち側がどっちかっていうと、副業でみたいな感じにやってます。ですので、あんまり研究っぽいこと最近してないんで、あんまりお話できないっていうのはそういうことで、まあ、サービス事業としてこういうことをやっててですね、やってます。まあ、一応けど、名前としては研究開発で。ちゃってるんですけれども、まあそんな感じです。で、対象としてるのはさっきから言ってるそういう人間の書いた文書、自然文、あとなんか生物が今まで蓄えてきた文書っていうと、まあ、DNA とか RNA とかタンパク、そういうものがまあ大体大きく分けて対象になったんです。あとその他ってありますけれども、で、自然言語に対する、だから日本語とか英語とかそういうやつですね、英語の文書、そういうふうなものに対する、ツールを作ってきているものはさっき見せたその横断検索っていうもの。あとはそのどこにデータベースがどんなのがあるかっていうデータベース型ですね。それが、まず大きくありまして、それ以外に、まあ、ここの、これオレフィルとアリって思うんですけれども、これの2つに関しては、英文のパブメドにあるデータを処理して、使いやすい方法を提供しているので、オレフィルっていうのはそのパブメドの中にある、あれですね。インターネットのアドレス、http:// とかあんなやつ、ああいうやつを、取ってきておいて、
そのアドレスが死んでるかどうかとか、そういうふうなことをまあ管理してくれて、生きているものだけ整理して出してくれるというやつです。で、アリーっていうのは実はもうちょっと賢くて、あれですね、そのパブメの中にいろいろな略語が書いてますよね。IPS って書いて、Induced Proponent Stem とか、こう、IPS ってそういう意味ですって、こういうふうにパブメで書いてあったら、IPS っていうのはどんなものですかって言ったら、その、これに聞けば、そういうふうなものですよと、で、2000何年かな出てますよっていうことが教えてくれます。ちょっと僕今、本当は知ってるんですけど、このアリーさんに聞いてみたいと思います。まあ、そういうことができるシステムがあるわけです。オレフィルとアリーに関しては、まあ、両方あるんですけれども、まあ、両方紹介してるとあれなので、こっちのアリーの方に落ちてもいいんですけど、これ。これでクリックして、今の IPS のやつに行きたいと。ここで IPS。あ、ごめん、間違えました。IPS。あ、文字でも小文字でもいいです、これ。で、やると、どんなことが起きるかっていうと、こんな風に出てきて、一番上に出てきたのが、今言ったインデュースとプロピエントステップ。2007年。2007年から、この略語は出てくるようになりましたということが分かるし、他の IPS って呼ばれている、略語になりそうなものがこういうの。で、最近だとその英語の、日本語訳があれば出るようになったりとか、IPS っていう略語と一緒によく現れる略語、ES とか X とか、そういうのがよく現れますよというふうに、まあ、言ってるんですけども、そういうふうなものが見えるとか、こちらはちょっと最初の3件しか出てないんですけど、ここの詳細とかってやると、その IPS っていう略語を、自分で断って言っているあの論文が、いや、こんなのがありましたよとか、ザーッといっぱいありますけど。まあ、ちょっと IPS じゃ分かりづらい部分があったと思いますので、もうちょっと分かりやすい例が、ここに SPF っていうのを試すっていうのがこれをやってみましょう。SPF って言ったら、まあ、みんなどっちを思うか僕ちょっと今わからないんですが、この1番と3番がよく例として言ってるんですけど、このスペシフィックパソジェンフリーっていう意味で SPF と、サンプロテクションファクターってコンビニで売ってるやつですね、の、日焼け止めの SPF っていうのはあるんですけれども、まあ、それはどちらも割とまあ出てるんですが、これだけ見てもどっち自分のその今論文で読んで SPF がどっち言ってるか分からなかったら、まあ、先ほども言ったようにこの狂気略語っていうのを見ていただいたら分かると思います。サンプロディクションファクターの方は UV とか UVR とかが多いですね、まあ、ウルトラバイオットですね、紫外線で、こちらの方は、まあ、イライザとか、まあ、そんな感じですね。で、何年ぐらいから言ってるかっていうことでもまあ判断できる、まあ、そんな風にこれを略語なんか多分偉い先生が言ってる略語がよく分からないことがあると思いますので、そういう時はこういうのでちょっと調べてみるとパブメドに入ってたら分かります。こんな感じの辞書。これだからパブメドを利用してこういうことをやってるんですけども、まあ、そういう、まあ、使い方でのこれ、うちのセンターで提供してる、うん、のサービスになってます。まあ、そういう、うん、があります。ちょっとすいません、戻ります。まあ、そういうふうな、まあ、ありというのもありますし、それ以外に DNA、RNA 関係っていうのは、まあ、これほとんどもう、実はこの、DNA とか、タンパクとか、そういうふうなデータに関しては、まあ、NCBI のアントニーにかないませんので、そっちを、まあ、使っていただければいいんですけども、基本的には、そこがもうちょっと使いやすくなるような仕組みとか、計算するサービスとかの提供してまして、まあ、それもちょっと、皆さんのお好みに応じて説明しようと思うんですけれども、ですね。せっかくなんで、また、さっきの Life Science DB、いますけれども、まあ、我々の作っているサービスで、その DNA 配列関係っていうと、ここにある、ここです。DNA データベース総覧と検索っていうところです。これがあります。で、これは実はその、GenBank っていう、拡散の配列データベースがありますが、それの、まあ、それはまあ、ヨーロッパのエンブルバンクってやつと、三島の、DDB、遺伝系の DDBG ってところが、まあ、一緒になって世界中で同じデータベースをっていうのを作って、んですけれども、それに関して、もうちょっと使いやすくできないかなってことを考えて、作ったものです。で、それはどう使いやすくしたかっていうと、もともとその DDBJ とかその全版っていうのはもう25年以上前にできたデータベースなので、昔は1件のエントリーに、まあ、頑張って読んでも100ベースとか、それぐらいの1
本の林しか入ってないような状況だったんですけれども、今はもうものすごく一回、水検査を投げたら、たくさん卵が出るのは皆さんご存知だと思いますけれども、そういう状況なので、プロジェクト単位で、研究プロジェクト単位でデータを見ないと、レコード数がむちゃくちゃ、そのレコード数とこのプロジェクト数っていうところに今注目してですね、研究のプロジェクトごとにデータを整理し直しましょうということをしたものです。ですので、例えば自分はもう人にしか興味がないからですが、この全部で、これぐらい件数あるプロジェクトのうちの人だけを、見るという、これタブになってるんですけど、これをクリックするとこの人だけに限定されて、下のこの部分が減ったのが分かる。人の自分はメッセンジャー RNA しか興味がありませんって言ったら、メッセンジャー RNA だけに、人のメッセンジャー RNA だけに絞り込まれて、で下にそういうふうなのが出ます。でそれの、ヒストグラムがこちらなんですけれども、横軸がこれ年数で、縦軸がこの、そのプロジェクトの数ってことで、見たら分かる通り、1998年ぐらいを、もうちょっとなんか多いのありますけど、これ無視して、複数にすると、2000年前ぐらいを境にもどんどん件数減ってるっていうのが分かると思う。なんでかって言ったらもうほとんど人は遺伝子解読終わって新しい遺伝子出てこないんですけど、なんかたまにそういうニューアリールが見つかったとかいうのが出てますが、こちら見ると今登録された日順になってますので、新しいものが上に行くというふうに なってますが、そういうので新しいものがこれで見えるんですけれども、ここでサイズ順ってすると、レコードに登録されたサイズが大きいもの順に、なっちゃいます。ですので、こんな風にどっかで見たことある、ネドで出した配列、CDN いっぱい出しましたみたいなやつが、1回に1万7000件も出したから、こんなに大きいっていうふうな、そのネドのやつの、こんな件数が多いものから順にやると、こういうふうにでっかいプロジェクト、ビッグプロジェクトのが見えるというふうな、計算になってて見て分かると思いますけど、日本語化されています。そういうふうになってて、データとしても見やすい形の、ものを提供するっていうのを、やってるのがこの DNA の目次サービスです。はい。で、ちょっとこれも、とりあえずこれ一個、例として、そういうのをやってますってことを見せました。でさ、もういろいろ言い出すともういっぱいあって、ちょっと、身動き取れないので、ちょっと今詳細省きましたけど、そういうふうなものっていうのが DNA 関係のものとしてちょっとあります。それ以外にも、アナトモグラフィーみたいなのがあるんですけど、これはちょっとつい最近に構造が大幅に変わっちゃったんで、僕もよく知らないんですけれども、実を言うと。トップページからこのボディーパーツってやつ。アナトモグラフィーボディーパーツってやつなんですけど、これは結局人体の Google マップを作ろうというプロジェクトで、こういうふうに解剖の図がこう、見える。脳だったらこの中枢神経の中で脳の、ある部分、海馬だけを見たいといったらこういうふうに海馬の部分だけがこう見えて、こういうのが自由にクリエイティブコモンズライセンスという形でこういうのを使っても特にこのライセンスを守る限りはいいですよっていうふうなことが書いてあって、使われています。これもなんか最近だったら海外のテレビとか日本のとある、ドラマとかでもこういうふうなものが使われたりするようになってきましたので、これは自分の興味のあるボディの、体の部分があったらこういうのを一個ずつ見てやってみるといいです。これが我々のところのサービスのはっきり言って概要です。個々のことを一個ずつ説明するのがちょっと多分多いので、今はこの辺にしておきます。すいません。提供しているサービスになります。いいです。で、今からもうちょっとしたらちょっと、個々のサービスに関して質問を受けたいと思うんですけれども、とにかく今いろいろ言ってごちゃごちゃ言ってしまったんですけど、覚えて帰ってほしいことはこれだけってことでメッセージというフォームって形で、お話しさせていただきたいと思います。で、これでもうその最後、2個目ぐらいの質問なんですけれども、我々のところでやってることはじゃあ何なんですかって言われると、一言で言えば、このライフサイエンスの分野のデータの浄水処理場と下水処理をやっているということです。で、浄水処理っていうのはじゃあ何かっていうことですけれども、研究者の人たちがすぐ使って
その安心して使えるような、まあ、データを皆さんに提供する。そういうことが、あります。まあ、こっちに書いてあるのは、まあ、ミネラルウォーター、買わなくても水が飲めるような水って言いますけど、そういう部分をやって、例えば、ある、急になんかある、遺伝子について調べないといけなくなった時に、今まで知らなかったものだったら、どれが正しい配列だったか、たくさん候補が出てこられても困る。それでできれば、絞り込んだものをこう見せてほしいということがあると思います。そういう時に、そういうものを、まあ、できるように提供していきたい。ただ、これに関しても、なんだろうかな、人で、人間が見て、この遺伝子が正しいですよっていうふうに維持していかないといけない。それが、分かる人がちゃんとチェックして、これだけ残すっていうふうな作業をして、データを維持していかないとできないから、まあ、なかなかそれは、これに、がすぐできるようになるのは大変なんですけれども、まあ、そういうことを目指して、アノテーションということをやっていきたい。で、下水処理って何かってことなんですけれども、下水処理っていうのは、実は皆さん実験自分たちでしてですね、まあ、いずれはこう、多分公開すると思うんですね。公開しっていうか、まあ、公表して、他の人に見てもらって、自分たちのデータは正しいよってことを、他の人に、まあ、出すんですけれども、その際に、データベースとしてどっかに入るんですね、オープンの。その時に、まあ、汚いままというか、一番汚い例を言いますと、テキストデータなのに、画像データになって、ついている、論文のサプリメントデータってありますね。ああいう風な形にならないように。できる限り、そのテキストデータなんだったら、本当テキストのフォーマットで、別に、いちいち PDF になってなくていいんですね。そういう風な、なんかいちいち PDF になってて使いにくい状態で、皆さんご覧になってると思います。ああいう風なことがならないように、統一したフォーマットであったら、すごい便利ですよね。そういう風なことがやれるように、それの中華のセンターになれるようにということで、今、こんな風がいいですよってことを、こうやって言い待っててですね。ご賛同いただける方もいるんですけども、いや、俺はそうは思わないっていうので、独自にやってらっしゃる人もいるんですけれども、まあそういうのが、少数派になればだんだん皆さん変わってくるかなと思って、まあ流しに、汚いデータを出さないでということで、こんな風に流しに、油が少ないでねっていうところのサイトからいただきました。そういうことです。だから、まあ結局やってることはライフサイエンスの、まあ、ライフラインとなるってことを、やろうということで、実際にそのデータベースってことを維持して、管理してから見ないと多分研究はだいぶやりづらくなってきてると思うんです。ですので、やはりその辺がきっちり、してですね、皆さんもいい研究をしていただけたらなと思います。で、まあ、ちょっとこれは最後なんですけれども、今日今話しているスライドなんかこの辺から取れますので、まあ、覚えて帰ってください。これ端子と URL ですね、これ bit.ly ってやつです。bit.ly ですね。まあ、それはとにかく、で、僕の名前で、今日の説明、1万が、1っていうところで、このサイト行けば、今の PDF、今のパーカーのやつの、まあ、PDF が取れるようにしてあります。この短縮 URL の便利で、これで自分で適当に指定できるんですね。そういうシステム、まあ、